AFC アジアカップ2007。AFC アジアカップ2007は2007年に行われた国際サッカー大会第14回目の AFC アジアカップである。タイ、マレーシア、ベトナム、インドネシアの4カ国の共同開催となり、アジアカップ史上初めて複数国の共同開催となった。2007年7月7日から7月29日まで開催され、イラクが初優勝を飾った。 今大会はイラクが初の優勝を遂げた。イラク戦争による正常不安が長く続き、代表選手はほぼ全員が海外でプレーしていた。代表の練習は、欧州が拠点、ホームゲームはヨルダンで開催してきたイラクは、大会直前に代表監督が辞任し、新たにブラジル人のジョルバン・ビエーラを大会限定の短期契約で監督に迎えるなど、 その厳しい環境条件から開幕前の下馬評は決して高くなかった。さらに大会直前にチームに同行する予定だった理学療法士が死亡するなどチームを取り巻く状況は大会開始まで好転しなかった。しかしアテネオリンピックベスト4のメンバーと前年のアジア大会準優勝のメンバーを中心としたイラクは前線からの激しいプレッシャーと強い。 フィジカルコンタクトによる守備と積極的な攻撃意識を武器にグループリーグを1位通過。決勝トーナメントでも準決勝で韓国を下して初めて決勝戦へ進出。決勝戦では単独最多となる4度目の優勝を狙うサウジアラビアを1-0で果た。大会中も勝利を喜び通りに集ったイラク市民を標的にした自爆テロが発生し、イラクが 決勝進出を決めた日には、バグダードの2カ所の地域で50人が死亡した。また宿法として民間に流出していた銃器が、打ち鳴らされた際に、流れ玉に当たるなどして7名以上の死者を出し、選手の親族も何名か亡くなったが、代表はその度に団結し、快進撃を見せた。前回大会で大躍進した、新興国は、本大会ではノキナミック戦を強いられた。 前回準優勝の中華人民共和国はイランには2-2で引き分けたものの、ウズベキスタンに0-3で完敗し、グループリーグ敗退。同ベスト4のバーレーンは、韓国に2-1で勝利したが、サウジアラビアに0-4で敗れ、トーナメント進出はならなかった。同ベスト8のヨルダンは、予選敗退して、本大会に進出できず、継続的な強さは発揮されず終わった。 一方、前回大会でグループリーグ再開に終わったサウジアラビアは復活した堅守速攻で大会2連覇の日本を破り準優勝の成績。韓国は決勝トーナメントへ進出して3位。なお、2連覇中の日本は4位に終わり、次回のアジアカップ予選免除権は獲得できなかった。AFC に転籍したことにより、本大会が初出場となるオーストラリアは、 慣れないアジアの気候に加え、ヨーロッパのチーム所属の選手が多く選手のコンディションが悪かったこともあり、最後まで強さを発揮できずにベスト8で敗退した。大会開幕前は近年のワールドカップ予選やアジアカップで全く振るわない開催国がアジアの競合が揃う本大会でどこまでやれるのかという点が疑問視されていた。しかし、 参戦全敗に終わったマレーシアを除いた残り三カ国は下馬評以上の検討を見せた。高温多湿の環境に強豪国が苦しむ中、豊富な運動量によるスペースへの進出と素早いパス回しで技術と格の差を補い対抗したタイ、ベトナム、インドネシアの三カ国はすべてグループリーグで一勝を挙げ、最終戦まで決勝トーナメント進出の可能性を残すとともに、格。 グループリーグを混戦に導いて大会の競技性を高めた。最終的に決勝トーナメントへ進出したのはベトナムのみだったが、この3カ国の検討と見せたサッカーのクオリティの高さは大会序盤を大いに盛り上げた。アジアカップとしては初の4カ国共催として注目された大会だったが、大会運営にあたってのトラブルも相次いだ。AFC の不手際により、 日本がベトナムからインドネシアへ移動する際に、一度確保したはずの飛行機の座席がなぜか、運営側によってキャンセルされたため、改めて飛行機を手配したが、到着時間が予定よりも丸1日遅れた。その上、宿泊の手配ミスで部屋が足りず、選手は二人一部屋制を強いられ、スタッフは11人が一部屋に押し込まれることになった。また、優勝したイラクも、 宿泊の手配でミスが生じ、31人の選手、スタッフが8つの部屋に押し込まれた。その他、取材のマスコミも移動に難従するなど、大きな課題を残した大会となった。本戦出場16チームのうち、4枠は開催国に割り当てられ、残る12枠が予選で競われた。全大会と異なり、前回大会優勝チーム、日本の予選免除はなされなかった。 優勝チームは FIFA Confederations Cup 2009南アフリカ大会に出場する。本大会の組み合わせ抽選は2006年12月19日にマレーシアクアラルンプールで行われた。強豪国がグループリーグで集中するのを防ぐため、出場チームのポット分けは2006年10月の FIFA ラングに基づいて行われた。開催国の4チームをポット1とし それ以外の12チームをランキング界から順にポット2ポット3ポット4とした。カッコ内の数字はポット分けに用いられた2006年10月の FIFA フフランキング。4チームずつの4グループに分かれ、各グループ上位2チームが決勝トーナメントに進出。ノックアウト方式で行われ、90分間の試合で勝敗が決しない場合は30分の ゴールデンゴール方式やシルバーゴール方式でない延長戦が行われ、さらに勝敗が決しない場合は、PK 戦によって勝ちを決した。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。